筋違いだっつってんの。撮影をやめいただきましたか。なあ、撮影をやめください。俺の方じゃねえから、注意すんな。俺の方じゃねえから、撮影をやめいただいたなら注意すんな。俺の方じゃねえから、撮影をやめいただいたんですか。注意すんな。俺の方じゃねえ。撮影をしている方は注意するのは仕事です。向こうだろ、俺じゃねえの。あなたです。撮影をやめください。なあ、撮影をおやめください。お辞めいただけましたらお手続き。俺じゃねえ な, ですか。なあ、向こうでな。あの方は関係ございません。周りに迷惑だろ、何事かと思ってよ。あの撮影をやめていただければここからあの退散させていただきます。周りに迷惑だよな。違う違う、向こうがあのご迷惑ではございません。怖いよな。何が起きたかと思ったから怖いよな。怖くないです。あのご説明させていただいてるだけで大丈夫です。ああいう風にこきあらくお前発狂してる相手放置すんのか。あのされてません。あのご説明させて納得されていますので大丈夫です。お前よりちょっと、お前じゃ話しなんないから上の人間呼べよ。じゃあ私が担当係長です。お前より上だ。お前より上だ。申し訳ございません。本日おりませんので撮影をやめていただかないことの方が問題ですので。お前より上。撮影をやめていただかないことの方が問題です。お前より上。撮影をやめていただけますか。お前より上。すいません、ちょっと隣の担当係長ですけど、はい、一緒に入らせていただいて、はい、はいはいはい、そう、そうに言ってくれればいいんだよ、はい、こいつ、そうそう、あなたが言ってるのが正解なの。お前の言い方なんだ。撮影やめていただければ結構です。こっちの言う通りね、何事かと思って何かあった時の証拠だと事件にならないようにってね、それは当たり前だろ今のネット社会でよ。それはてめえなんだその言い方、この野郎。こっちのあなた、本当にありがとうございます。あなたの言い方が正解なんですよ。ね、お前食ってかかってこの野郎、お前間違えんなよ、加害者この野郎。分かったか。じゃあ撮影をやめていただいたので、これで失礼いたします。うん、もう二度と取らないでください。そうやって頭下げて謝ったならいいけど、はい、お前こっちのお前言、はい、うことを、よくお前、把握しろよ。犯人てめえだよな。なあ、おい。犯人てめえだよな、この野郎。てめえが原因でこうなってんだよな、犯人は、この野郎。てめえ、俺に今までてめえ、つかかってくんのか、こら。おい、てめえか、こら。てめえが原因だよな、お前よ。な、てめえ、ここ前、ここで一人でお前騒ぎやがって、この野郎、お前、ここお前、どこだと思ってんだ、お前よ。庁舎、お前な、お前、ここお前、区役所だろ。な、訴えるじゃねえ。てめえが一人でここで、お前、あの人相手によ、誰だっけ、あの人相手にお前か弱い女にガタ食ってこの野郎、お前、こっちは怖かったんだよ。こっちは怖かったんだからよ。訴えんな、こっち。あと、ここのお前、区役所。お前が原因だよ。お前が原因なんだよ。お前が原因なんだよ。なあ、ちょっと待ってください。なあ、それで俺は後ろから、それは俺は後ろから、後ろから何かあるとまずいから撮影したた。なあ、なあ、俺は間違ってるか、こら。ちょっとこちらの方に行きましょう。ね、離れましょう。お前が原因だからな、この野郎。分かった？分かった？お前が原因。お前犯罪を犯してんの。分かった？分かった？お前原因だろ？お前あそこで怒鳴ってたよ。怒鳴るっつうか、まあ、ガタ食ってたよな、お前一般人によ。お前あれ行け。お前あれいいことなのか？周りは何事かと思うだよな。お客さん。ねね、周りは、ねねね、周りは驚いて警察沙汰になると何か証拠を取っておかなきゃいけねえよな。お客様なあ、証拠に分かりました、ね、あのね、冷静にいらっしゃるからよかったけど、ね、ちょっと相手に乗らないで、ねね、お客さん相手に乗らないで、何かあっちゃいけないと、ね、証拠のために俺は取った。それは分かるな、ね、常識だよ、ね、一般人は常識だろ、こういうこと、この行動は。ね、ね、銀行強盗みてえなよ、勘違いするじゃねえか。だって尋常じゃないよ、さっきの受付のお前態度。お前ずっとお前女性店員にお前ガタ食ってたじゃねえか、ガタ食ってたじゃねえか。その人見てるよ。ごめんなさい、他のお客様もね、今お手続きで、ちょっとごめんなさい、少し場所変えてもいいですか、ごめんなさいね、ちょうど券売機の前なんですね。